はい、どうも。今回は比較的簡単なでかいスキエの確定反撃コンボを紹介していきます。前に紹介したコンボなんですが、前強パンチから目落ちでこれやるっていうのなんですが、これちゃんと減るんですが、減ることは減るんですが、これもちゃんと減るんですよね。これ3700までいって、ドライブゲージ使わずにっていうコンボで考えるとかなり減ってる方なんですが、これ目押しがちょっと厳しくて、序盤の目押しでミスるとちょっとまずいんで、ちょっともうちょっと確実なコンボをと思って考えたら結構あったんで、それを紹介していきます。前強キックから直接キャンセルをかけての、強の風波陣ですね。これで浮かせてそこに追撃をかけるパターンです。スーパーアーツは全部入ります。これでプラス33でもう置き攻め割と行きやすいっていう感じですね。これちょっと拾う浮きの高さで有利フレームが変わりますね。で、コンボいろいろ入るんですが、安定させるならまああれがいいかなっていうとこですね。他にもあるんですが、あんまり安定しないんですよね。あと SSR も入ります。でダメージもそんな悪くないし、ストックが1個、フーファーストックが1個溜まるっていうのはいいとこですね。簡単で、でプラス22なんで、これ結構いいですね。フーファーストック溜まってのプラス22が結構いい。でこれがまあ1個目なんですね。で2個目なんですが、これです。このつなぎのパターンですね。でまあここからもいろんなつなぎ方があるんですが、中パンチ入れて、5考察入れて、入れるっていうパターンで3020までいきます。で前中パンチキャンセル、中の点線輪でプラス31でラッシュ中段がちょうど重なるようなフレームになっています。前中パンチ1球フレーム有利とって、前中パンチが8フレームなんで、その後に昇竜拳コマンドの技なんで、失敗すると大変危険です。まあそういう時はこの弱の風波陣が届くんで、それでやってもいいですね。でコンボ伸ばすときは、コンボを伸ばすなら、こういう感じで伸ばしていくといいですね。ドライブラッシュを使って伸ばすといいです。というわけで、これが、まあ、この目押しを使わない、この目押しを使わないコンボのパターンです。まあ、なんか他にもなんかこうやって、この目押しを使うとかもあるんですが、まあ、一番減るのは、前強キックから始めるパターンだと思うんで、紹介しました。というわけで、以上です。ご視聴ありがとうございました。では。